はい、どうもデアフルです。さて今回はですね、来年のランページのライブの詳細をみんなと確認していきましょうか。ぜひともね、画面見ながら楽しんでください。というわけで、ランページのね、新たなね、ライブツアー、来年のライブツアーのタイトルがプライマルスパイダーということでね、ランページライブツアー2025プライマルスパイダーということで、このまあプライマルスパイダーという言葉の意味ですよね、直訳すると原始の雲というね意味になりますので、まあ、どういったライブになるんでしょうか。まあ、文言としてはね、運命の糸に導かれ未知なる領域へ、その扉が開くとき彼らは覚醒するというね、言葉がここに書いてあります。これそそられますけれども、ちょっと後でね、なんだろうな、考察したいなと思っておりますけれども、ちょっとね、先を確認しましょうか。はい、というわけでツアーのビジュアルがねここに載っております。まあこれね、 YouTube に告知映像が出てるんですけれども、そこからね、停止したものになります。ここね再生すれば映像が流れるんですが、まあですね、このねビジュアル見てもらったら分かる通り、雲がね大きく乗っておりますね。まあちょっと機械的というかね、あの生物的でありながら機械的な、ちょっと雲っぽいですよね。これがどういう意味なのか、まあこれが原始の雲ということになるんでしょうか。まあ運命の糸を吐く雲になるのかちょっとわからないんですけれども、これはまあ多分ライブ見たらわかるんじゃないかなと思っておりますけれども、このねまあロゴですよね、このプライマルスパイダーの真ん中に雲がね、ちょっとうっすら、ここズームできるからね、あできたできた、ここ雲があるんだけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16 個ね、この雲を囲むかのようななんか輪っかがトゲトゲがあるんですけれども、この雲を中心として16人がみたいなイメージなんでしょうかね、わからないですけれども、なんかねそういった意味合いありそうですよね。はい、というわけでこれがまあこれが多分主たる雲なんでしょうね、原始の雲ということでね、まあ運命の糸に導かれてっていうね、未知なる領域へ連れてってくれる雲なんでしょうか、わかりませんね。ライブ楽しみですね。はい、というわけでスケジュールがですね、もう3月から始まりますよということで、静岡県のねエコパーアリーナから開幕です。3月1日2日で、横浜アリーナが15、16、4月9日埼玉スーパーアリーナ、かなり各地行きますね。サンドーム福井が19日、4月19日20日で、マリンメッセ福岡6月7日8日、広島グリーンアリーナ6月21日22日ね、僕の誕生日付近ですね、19日がね僕誕生日なんでね。はい、で7月1日2日が大阪城ホールということでね、いや大阪にも来てくれますよということで、で7月5日6日がね宮城県ですね。はい、で7月24日25日が愛知県ということでね、で8月2日グランメッセ熊本、いやー熊本ね僕の出身地なのでね嬉しいですね。で9月6日7日が大阪城ホール、大阪城ホール2回やる、2回やんの、おえ絶対内容変わるよね絶対な内容変わるし、8月がね2日だけなんですよね。これがちょっとまあBOT あるんじゃないのって思ったりもしてるんですけど、だからなかなかねこうツアーで動けないっていうことがあるんじゃないかなって思ったりもしますがね、あとは5月まるっきりないよね。だから5月にも何かあるのかなとか思ったりもしていますが、どうなんでしょうか、果たしてっていう感じですよね。あとは616だよね、レイバーズの日がねここで解禁されてないので、まあ何かあるんじゃないかみたいなところもあるし、これスケジュール見るだけでちょっといろいろ考察できるので面白いですよね。ね、まあだから上半期ですよね、この、まあ、上半期と言われるところをがっつりアリーナツアーで回るっていうことですよね。まあアリーナツアーなんだっていうところもね皆さんあるかなとは思いますけれども、はい、またそこは後で詳しく話していきましょう。で、まあね、いろいろね書いてありまして、チケットですね、チケット料金が12,100円とね、プレミアムチケットありますよということで、これねアップグレードね、
6,050 円足して、18,150 円の、アップグレードチケット、プレミアムチケットもありますよということで、これはね、プレミアムチケットは超先行抽選予約、ザランページオフィシャルファンクラブ先行抽選予約、ザランページ、グローバルオフィシャルファンクラブ先行抽選予約の購入者限定受付となりますということで、書いてありますので、プレミアムチケットアップグレードね、まあ多分アリーナのね、前の方だったりとか、まあアリーナというか、アーティストの皆さんとね、こう近くでね、触れられるというかね、見られる場所に行きたい方はプレミアムチケットがね必須になるんじゃないかなと思っておりますがね。だから最近こうプレミアムチケットね、やっぱこう皆さんね、望まれる方多いですよね。というのもやっぱこう客席に降りてかなり近くでね、アーティストの皆さんをね、体感できるっていうのがプレミアムチケットになりますので、まあ、かなりねそこはね、ファンの皆さんにとってしてみればプレミアムチケットやべーってなってるところかなと思います。まあエキスポだったりとかね、セカンドの皆さんのライブとかでもやっぱプレミアムチケットはかなりね優遇されていたのでね、そこはあるんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、まあ後の以降のスケジュールはだいたいねいつも通りなので、皆さんね確認していただければなというふうにね思っておりますが、まあこのねライブがですね、ファーストアタックとね呼ばれています。もうね告知映像の中にファーストアタックですよっていうのがね出ているので、まあファーストなのでセカンドサード、まあいろいろね、まあセカンドは必ずあるのかなと思ってます。なのでセカンドアタックがあると思うので、このね運命の糸に導かれ未知なる領域へっていうね、この未知なる領域へっていうのが何を指すのかだよね。そしてその扉が開くとき、だから未知なる扉への扉が開くとき彼らは覚醒するっていうことなんですよ。この未知なる領域へね、ドームライブは正直未知なる領域じゃないんですよ、もうやったから。ってなったらドームツアーなんですよね。だからそのドームツアーへの扉が開くとき彼らは覚醒するっていうふうに、やっぱ聞こえてきますよね、この文言からするとね。運命の糸に導かれね、だからこの雲の糸、雲が運命なんですよね、おそらく。雲の糸に導かれてドームツアーの扉が開くとき、彼らは覚醒する。だからこのツアーの先に、このねプライマルスパイダーというね、ライブツアーの先にドームツアーが待ってるっていう風に解釈するのが、このね文言の感じからすると正しいのかなって思うんですけど、皆さんはいかが思いますか？やっぱねこうドームライブね、先日というかね、まあちょっと前に行われましたね、プロジェクト R がありまして、ね、リミテッドライブがありましたけれども、あれを経てやっぱね確実に次なるステージに進んでほしいと僕は思っているんですよ。まあ多分それはねメンバー自身も望んでいるだろうし、 LDH も望んでいる、やっぱドームツアーというね、ステップに進むランページはねやっぱこう必要だと思うし、今後のねやっぱ下に続いている世代ですよね、ファンタスティックス以降のグループにとってもランページがドームツアーをやるっていうのは必要だし、ランページがねあの国民的グループになるっていうのは本当に必要な要素だと思うので、やっぱそこに向けてねやっぱこのプライマルスパイダーでプロモーションしてほしいですし、そこに向けていろいろねこう活動していってほしいなと思うのでね。いや僕は正直2025年ドームツアーを回る彼らを見たいです。多分このタイミングを逃すとやっぱズルズルいっちゃうんだよね。だからそれがね望ましくないんですよ。やっぱタイミングをね強引にでも掴む、やっぱね無理を押し通してでもやらないといけない時ってやっぱあると思うんですよね。このねリミテッドライブをやってドームライブができるんだね、ドームライブでこんなことを見せてくれるんだ彼らはっていう評価が今得られている状態じゃないですか。やっぱここのタイミングを逃すとね、ドームライブを単発でしか行えないアーティストになってしまうのはやっぱね、ファンとしては僕らとしてはちょっとねそこは望ましくないので、やっぱドームツアーをやるランページを見たいですよね。これもねやっぱレイバーズの皆さんもメンバーの皆さんも LDH の皆さんもね多分念願だと思うので、やっぱそこの念願をねやっぱ確実にものにするね、ところでありたいなというふうには思っていますけれども、
やっぱまあこの感じを見るとこの先にドームツアーが待ってるっていうことは間違いないのかなって思います。なんでかっていうとやっぱねえ、リミテッドライブをやりました、ドームライブをやりましたから、あのドームツアーっていうのを抑える、ドームを抑えるっていうのに多分期間があるんですよね。先の期間、要はなんて言うんだろうな、ドームツアーの計画を練ってドームを抑えて、でいざっていう時にここにはかなりやっぱ時間がかかると思うんですよね。このドームライブをできた、リミテッドライブをね大盛況で収めたね、ランページいけんじゃねってなってから動き出してると思うんですよね、今回の感じからすると。なのでまあ今年はね、このプライマルスパイダーっていうシリーズをまあ1年かけて回るかもしれない、で2026年にドームツアーっていう流れになるのかもしれないなって思います。なんかこう淳くんが言ってたんですよね、まあドーム規模というか分かんないけど、このライブをやるには1年前ぐらいから動き出してないとというか、かなりの期間がかかると、かなりの期間時間がかかるのでっていうことのね、淳くんの言葉を考えると、もしかしたら2026年にドームツアーなのかなとかね、今年はもしかしたらドームツアーをやるランページは見れないかもしれないなとか、まあね、この先を見越して動ける LDH であればね、もしかしたら今年ありえるのかもしれないけれども、まあ、このね先日のドームライブ、リミテッドライブの結果を経て、なんだとしたら2026年なのかなって思ったりもしています。なのでね、こんな書き方になっているのかもしれないなって思ったりもしているんですが、皆さんはいかがお考えでしょうか。もしかしたら今年ね、単発でね、リミテッドライブまたね何か行われるかもしれませんけれどもね、この先ちょっとねランページの活躍っていうものにはね注目していきたいなと僕は思っております。はい、というわけでですね、今回はねこんな感じで詳細確認ということでね、いかがだったでしょうか。彼らのね今後の活躍楽しみにしたいですね。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画で、バイバイ。